報伊藤純也疑惑を報道した週刊新潮のぶっ壊れた誤算矢印これってう。新潮は処方以降、検証記事を出すだけにとどまっている。関係者によると、ネタバレというより、A さんらに対する誹謗中傷がひどく、新たな主張をすればさらに悪化すると考えているためです。バッシングは新潮社にも及んでおり、抗議電話は鳴り止まず、記事に関わった記者の個人情報までさらされる事態となっている。これも新潮側の誤算。ここまで世論の反発があるとは思ってもみなかったそうです。新潮サイドが記事を出さない理由として誹謗中傷対策を挙げているけど、有無を言わさぬ新ネタがないだけでしょう。このまま尻すぼみで終わるのが一番いけない。報道する人たちの人権だけが守られ、報道された人たちが実質被害があっても泣き寝入りとの現在のマスコミの在り方に問題点があると思います。新潮の記事が誤報であったなら今回の責任は重大だ。真実はまだわからないが正気であったなら出版で得た利益以上の賠償金を払うべき。そうでないと今後もこのような記事や告発は増えてしまう。協会が動くべきであった特に思う。管理者でもある。明らかに巨額の金銭が失われただけでなく、協会の名誉も傷つけた。伊藤選手側と女性側との間にたくさんのうさんくさい人が関わっているのに、それらにあまり触れられない、取材し記事にする雑誌社もないのはなぜ？週刊新潮の記事が事実でないなら、サッカー界も巻き込む重罪。事実じゃないなら廃刊にすべき。いろんな人を巻き込んで迷惑をかけた犯罪行為。新潮はああいう報道をしておきながら風向きが変わると今度は女性たちを出しにして保身に入るとはマジで汚い。伊藤選手自身は初めから事実無根だと否定していた。そして今もこんなことは自分で最後にしたいと強い意志を持って戦っている。まだ真相はわからないですが、女性の事務所等の契約解除の話も出てきてますから、裏がありそうです。新潮社も本気ならフランスまで伊藤選手に取材しに行けばいい。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。